聞こえてる。難しいな、2人映そう思ったら。うん、乾杯。いただきます。いただきます。え、ごめん、始まってた。ごめん、ね、映さんでもいい感じ。ほぼほぼ同じ扱いされてるね。どのくらい、あ、ステージ。どう、東京はどんな感じ今？でも歩いてるは歩いてますけど、うん、でも電車の人とかはすっごい少なくなりました。あ、電車の人は少なくなった？少なくなった。へー。109とか閉まってんやろ。もう閉まってます。109閉まってんねん、すごいね。なんとかしてもらえないかなと思って。申告しに行くその役所とかに行くとさ、そこもなんかこう感染源の元になりそうやから。そう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 、それも。ワイン飲む。ねえ、仲間。急に静かになった。なんか。だから、ポテチやけど。あ、まだあるんや。まあ、これを みんなのために音楽をかけてあげようと思って。とりあえず酒飲みましょう。こんな世の中ですし。世知辛い世の中ですし、手洗いしてない手で顔触っちゃうのが一番ダメらしいです。あ、触っちゃうよな、なんだかんだ。人間って1日2000万回ぐらい触っちゃってるみたいな。2000万回疲れたの手すり持っとったやんか。ああ。それマジで意味ないからやめとって。いや、もう最近気をつけるようにはしてるわ。最近の楽しみ、これが伸びていくこと。家帰っても誰とも喋れないし、実家に帰るわけにもいかないし、帰省もできひんもんな。全然めっちゃ気持ち落ちるときも全然あんねんけど、うん、うん、なんかドリフターズとかだと俺今日ちょっとお昼間指取ったもん。なんか、あ、そうなんや。 あれを見てなんか美化されてるもあるけど、なんかお笑いやってる人ってかっこええなってちょっと思ってしまった。うん、ロー水の中を今日もよろめきながらすすぐ汚れちまったわ。俺たぶん普通に濃厚接触者や。俺だってこの2日間で留学生とかとめっちゃ喋ってるもん。危ない。もうでもなんかそういうのもうほんま、なんで大学やってんの、なんなんそれ。え、なんで大学やってんの。まだ新入生だけやってる。新入生やらんとそれはそれで不安になる。まあそれはたったりな。これどうやってやるか分からへん。気を
つけてね。いや、あの皆さん大阪で気をつけてくださいね、うん、切るタイミングはぁ、終わっちゃった。飲んだ、あ、水がぶ飲みして寝た方がいいよ。言うタイミング逃したけど、トマトのやつめっちゃ美味しかったわ。面白いな、でも意外と面白かったね。まあでも顔を見たら一番楽しいよな、やっぱな。まあそれはね、なそれは絶対に会える方が楽しいやろうけど。あ、しょうがないもんな。あ、結構一緒に飲んでる気持ちにはなってよな。その予定とか都合とか合わすの難しくても、ああやってな。美味しくなれ。